甲子園会場100周年、試合も、平内ショックで完敗である。1日の阪神戦で先発したエースと号が5回8安打6失点で KO 打線はわずか4安打2得点で阪神に3立を食らった。広島が勝ったため、首位陥落、阪神にも0.5ゲーム差に迫られた。眠った虎を勢いづかせた、事件、は前日7月31日。 3点ビハインドの8回に3番手として登板した平内龍太26が阪神の森下に対し2球連続で頭部付近へあわや死球かという153キロの直球を投げ込んだこの投球と喧嘩腰の態度に敵地のスタンドからは大きな怒号が巻き起こった3球目のスライダーで森下の腰を引かせると薄ら笑いを浮かべ何かをつぶやいた平内に 阪神の岡田監督も巨人も情けない。ノーツーからスライダーでストライク取って、ワロテる姿見たら情けない。伝統の一戦にならんと激怒していた。猿巨人 OB がこう言った。ドラ1で入って4年目の平内は、2年前に1軍のセットアッパーとして、一時期活躍したことはあるが、150キロを超える直球がありながら、コントロールが悪く、定着はできなかった。 最大の欠点は直球がシュート回転して2打されること。さらにシュート系の球が抜ける傾向があって、もともと右打者への支球や危ない球が多い投手ではあります。この日、兵内のインスタはあれに荒れた。いい試合をしているのに水を差すようなことするな。謝れ、阪神にも巨人にも失礼、夏休みで子供たちがたくさん見ていた。あの態度はない、プロとして失格。 など批判の声で溢れ返った。ここまでチームを牽引してきた巨人投手陣はこの三連戦で5、9、9失点で計23失点。三立てを食らった安倍監督は、悔しいの一言に尽きる。これで悔しいと思ってない人がいたら野球をやめた方がいいと険しい表情だった。ちなみに、この日は眠った虎を起こしてしまった大蘭内の26歳の誕生日。当番機会はなかったが、 とんだ記念日になってしまったようだ。それにしても、巨人で深刻なのは何より頻だだろう。ついに安倍監督は、チキン、臆病者、というパワーワードを使ってぶち切れていた。それでは、巨人選手を軒並み、チキン、にしたのは一体誰の仕業なのか。巨人で何が起きているのか。